な、あの、この、これからの流れでいくと、宝島さん夫婦の事件は、週明けぐらいですかね。今度は、関根と前田が再逮捕、殺人容疑で再逮捕されるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、下っ端二人ですね。菅と和歌山。この二人、ちょっと罪をなぜに付き合ってるんですよ。菅が一人でやったって、和歌山は言ってるんですよ。菅の供述では、4月の上旬頃、平山から死体を車で運ぶ依頼を受けた数日後、そう、またちょっと変わってね、今度は殺して車で運ぶって、まず殺人も入った。お金も上がったんですかね、そこでね。和歌山は平山から頼まれて、それをやればお金がもらえると思ったと。平山は、関とキラとは喧嘩っ早くて怖いもの知らずの雰囲気があったから頼もうと思った。関は都内の居酒屋で二人で飲んだ後に依頼してすぐにやると答えた。後日、キラトの電話で依頼したが、キラトは考えてもいいですかと言ったので、今決めてくれと伝えたらやりますと。ここでいろいろこう言ってるけど、一番そそのかしてるのは平山ですよね。一番金も多く持ってるしね。依頼についてやらなかったら何をされるかわからないとなって怖くなって受けたという菅。和歌山は、私はガレージも入ってないし、全部菅がやりました。私は何もしてません。ガレージの中すら入らず、外でずっと待っていた。菅に呼ばれて中に入って、一緒に栃木に行きましたと自分はやってないって言ってる。この何を、やらなかったら何をされるかわからないと思い怖くなって受けた。平山がバックの存在をほのめかしているということですよね。ヤクザが言うぞみたいな。まあでも、普通に考えてみたら断るのは簡単ですけどね。いや、できませんって言えばいいだけの話なんだけど。まあ何かしらやっぱりお金っていうのがあったんだろうなって感じはしますけどね。金が欲しいっていう、まあ、動機的なのはあったんでしょうね。そして和歌山は、栃木に行っても私は途中で車を降りました。その後菅がどっかに行ってしばらく山道を歩いたら菅が迎えに来てくれたと。死体損壊の関与も否定していると。だから殺したのも菅一人、ガソリンで火つけたのも菅一人、途中途中で参加してる。だったら和歌山は、じゃあ一体何の役目をしてんのと、何のためについてたのって感じですけどね。まあだから無理があるというか、ひどい供述だなと思いますよね。で、那須から戻った後、平山に車を返していった。これは菅が言ったんだね。平山へ車を返した後、500万を受け取った。平山に言われて、キラトへ250万を渡したと。だから半分ずつにしろよって平山が言ったってことね。しかし和歌山は、150万ぐらいしか受け取ってないって、微妙になんか嘘つくのね。なんで100万安く言ってんのかなって思いますけどね。微妙な嘘ついてる。行ったけど、菅が一人でガレージ。山一緒に行ったんだけど、俺は途中で降りた。金もらったんだけど、250万じゃない、150万って。なんかよくわかんないけど、微妙な嘘ばっかついてる。本当なのかもしれないですけど、多分嘘ですか。嘘ですよ。微妙に嘘をつく。なんかそういうタイプなんですね、多分ね。もともとね、悪いことしてもね、そこまではやったけど、それ以上、実は俺はやってないよ、みたいな感じの、いうタイプなんで、多分この人。そしてその後、大阪に行って、遊んだと。まあ、SNS にサングラスまでピースする写真投稿、それを警察が見つけて、その画像から大阪にいると発表しちゃって、ちょっと間抜けなね、この供述のズレは一体何を意味するのか。まあ、これは単純に保身でしょうね、としか思えない。平山は、キラトに電話したって言ってるんですよね。で、中の様子を、キラトから聞いてたと。どんな感じだっていう。そしてキラトから今終わりましたって話を聞いたんで、ガレージのシャッターを開けたと。自分がなんかそのガレージの開け閉めをもらう、なんか電子キーみたいなも借りてた、持ってたみたいなことを言ってるんですよね。それは変な話だなっていうふうには思うんですよね。だからみんながみんな嘘ついてんだろうなと。平山に関しては、まあ自分から自首したのは、自首しろって促されて、それを断ると殺されると思ったみたいなこと言ってるんです。多分それも嘘ですよね。自分の罪を軽くして、全く自分は手を下してないよっていうことにして、お金だけ預けて出てきた時に、そのお金をもらって豪遊しようと思ってたっていう。なんかすごい計画的で一番小ずるいなって感じが。一番美味しいところだけ持っていこうとしてるのが見え見えというか。じゃあ果たして、宝島さんを、直接手を下して殺したのは誰なのかっていう話なんですけど、まあそのキラトが言ってる菅が一人でやったっていうのはどうもおかしい。
ってなった時に、じゃあこの二人は知ってるわけじゃないですか、やった人間を。まあこれだけ口悪そうな、口をね割りやすいような人間だから、多分人のせいにするんであれば、その場所に平山がいたり、佐々木がいたり、関根がいたりしたら、まあ前田もいたりしたら、多分そいつらのことも言ってると思うんですよね。そこは今のところまだ殺人容疑で全員が全員逮捕に至ってないので、関根もまだ殺人の容疑では逮捕されてない、死体遺棄の容疑で逮捕されてるんで、その供述はしててもまだ警察は発表しないんじゃないのかな。全員が全員殺人の容疑で再逮捕になった時に次の供述が発表されるんじゃないかなと。じゃああの中にいたのは一体誰なんだっていうところを発表されるのかなと思うんですね。そうすれば大体誰がやったかが分かってくる気がするんですよ。でどう考えてもその和歌山が言うように菅が一人でってのはまず絶対ありえないと思うんですよね。菅の一人の犯行っていうのはあまりにもそれ難しいと。殺し屋でもなんでもないわけですよ。素人な二十歳のお兄ちゃんでしょ。まあ、いくら不良でね、喧嘩っ早い、怖いもの知らずだろうが、プロのように果たして二人を一気に仕留められるかって、それはなかなか無理です。刃物もあるわけでもないし。背はちょっとでかいけど、格闘家みたいな感じでもないじゃないですか。ホスト上がりのお兄ちゃんじゃないですか。それが、まあ、中国から出てきたあの二人、気性の荒い二人ですよ。50代とはいえ、を一気に一人で仕留められるかって言ったら、まあ僕は厳しいんじゃないのかと思う。じゃあ二人で行けんのかと。それも難しいんじゃないのかなって感じがしますよね。二人とも、ちょっとやっぱり喧嘩っ早いかもしんないけど、そんなに強そうに見えないですよね。なんですか、僕はこういろいろ本を読んでて、関東連合とかが襲撃したりとかする、その襲撃の仕方みたいなのが載ってるのを見ると、やっぱり一人に対しても二人でも無理なんですよね。ね、六本木の金属バット事件なんてのも、一人をやるために、あそこに行っても10人ぐらい行ってるわけじゃないですか。やっぱりそれぐらい要しますよね。確実に狙うってなると。二人を二人ってのは僕はありえないかなっていうふうに思ってるんですよね。プロでもないのに。だってね、百戦錬磨の関東連合のメンバーが、あの人数を仕掛けてて一人をやるんですよ。ね、ど素人の、まあちょっと遊びにホスト上がりのお兄ちゃん二人が二人をやれるかって言ったら、やっぱりちょっと、難しいんじゃないのかなと思うと、平山、佐々木、関根あたりは関与してるんじゃないかなっていう、まあ、5人は関与してんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどね。現実的に考えてみて、今までのそういう事件とかを見てくると、確実に仕留めようとして、ね、時間も制限ある中で確実に仕留めてるわけでしょ。なかなかね、現実味が湧かないなって感じがしますけどね。